過払い金、過払い金とは、文字通り払いすぎた金銭を言うが、特に、利息制限法の定める利率を超える小売の借り入れを、した借主が、法律上、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため、払いすぎた金銭を言う。本校では最高裁判所の判決を、再犯と略す。金銭消費対策の利息は、利息制限法によって、 次の通り制限されており、これを超える部分は無効となる、同法一条一項。しかし、現実には消費者金融業者による貸し付けは、制限利率を超える利息が付されていることが多い。これは、出資法除場二項所定の都市29.2%を超えない限り、刑事罰には問われなかったからである。このように、利息制限法を超えるが、出資法には違反しない範囲の利息を、 グレーゾーン金利という。それでも、利息制限法1条1項がある以上、制限利息を超える、制限下利息を支払ったときは、当然、その返還を求めることができそうだが、同条2項、平成18年改正により削除。で、制限利息を超える利息を2人に支払ったときは、その返還を求めることができないとされているため、問題は簡単ではない。 この問題を解決したのが最高裁判所の二つの判例である。このように、最高裁昭和43年判決によって、過払い金の返還請求が可能になったと言える。消費者金融業者との間で長期間にわたって、グレーゾーン金利での借り入れと返済を続けている場合、過払いになっていることが多い。しかし、消費者金融業者は、 弁護士や司法書士などの専門家の介入しない件で本人に対し訴訟外で過払い金を返還することはまずない。専門家が介入しても訴訟外で民法7百4条に基づく利息まで返還することは当該専門家が過払い金返還請求について経験豊かなものでない限りあまりないようである。そこで債務整理のため依頼した。 弁護士や司法書士を通して、あるいは代理人を選任せずに、本人訴訟で、過払い金返還請求訴訟を提起することになる。ただし、本人訴訟の場合、貸金業者側の反撃に遭い、後期の民法7百4条に基づく利息を付さない、和解に追い込まれるケースが多いと言われ、また、後継のように、取引履歴の不開示があったり、重当関係で複雑な事案であったりすると、 本人訴訟で法律上正しい金額の返還を受けることは極めて困難なようである。最近、口述のみなし弁済について借主側に有利な判例が出ていることもあって、近年、過払い金返還請求訴訟が全国で相次いで提起されている。消費者金融業者もこれを受けて業績の見直しを迫られている状況である。これに対して、 かばらい金請求による貸金業者の急激な廃業、それによる信用収縮という状況に警鐘を鳴らすべく、北は旧社団法人青森県貸金業協会から、南は旧社団法人沖縄県貸金業協会に至る、全国12の旧貸金業協会は、急増するかばらい請求に対してと題する共同声明を、平成19年6月12日に発し、 過払い金請求の不当を訴えた。これについては、出資法改正により貸付利率が利息制限法の水準まで引き下げられ、今後、新たな過払い金は発生しにくくなること。また、出資法改正により、多重債務者の利払い負担が減り、長期的には信用収縮以上に予診需要が低下すると見込まれることから、過渡期における一時的な不都合に過ぎないとする見解も、ある。 最近は、司法書士、弁護士が、過払い金返還請求に力を入れていて、過払い金解決を謳う広告が目立つようになったが、報酬が、広角などといったトラブルが増加していると言われている。弁護士報酬については、各事務所ごとに基準が設けられており、近似は、ホームページなどで公開している、事務所も見受けられる。旧日本弁護士連合会報酬等基準によれば、 任意セールについては弁護士が再建取り立て等により集めた配当原資額につき500万円以下の場合15%、500万円を超え1000万円以下の場合10%プラス25万などとされていた。弁護士や司法書士によってはかかる過払い金報酬に加えて任意セールにつき減額報酬までを徴収することもあるようであり、 多重債務問題の解決を目指すどころか、貸金業者の代わりに弁護士への報酬債務の負担を負うことになった債務者も多数存在するとの問題が指摘されている。ただし、日本弁護士連合会は、平成23年度より、債務整理事件処理の規律をめる規定を施行し、減額報酬の受領を禁止している。他、過払い金返還請求の代理人を務めることで得た。 報酬について所得を隠し脱税していた司法書士の存在も判明している。また、過払い金返還訴訟で借主が勝訴する判決が相次いでいるが、これについて裁判を担当していた神戸地裁社支部の裁判官が異常事態とか司法ファッショと批判されかねないなどと発し批判していたことが判明し、波紋を読んでいる。 2010年に経営破綻した竹藤から再建譲渡を受けた藤クレジットが竹藤の顧客の一部に対し竹藤に過払い金返還請求など一切の金銭的請求をしないことなどを条件とする和解を送付していたことが判明する事実上返還請求を封じようとする動きであるとの指摘が出ており金融庁などは弁護士法やサービサー法などに定触する 可能性があるとして問題視している。昭和58年、貸金業の規制等に関する法律、現在の貸金業法が制定された。同法は、貸金業者に対する登録、規制を強化するのと引き換えに、貸金業者に対してみなし弁済と4点を与える、ものであった。すなわち、同法43条は次の要件を満たす場合には、 制限超過利息の支払いを有効な利息債務の弁債とみなすと規定している。みなし弁債が認められると、前期の最高裁、昭和39年による元本に対する重当が認められないので、貸金業者は事故の計算通りの貸金を請求することができ、過払い金も発生しないことになる。判例は、この貸金業法が成立して、以来、17条書面。 18条書面に当たるかを厳しく解釈したり、死体なく、直ちに、という要件を厳しく解釈したりすることにより、借主を保護しようとしてきた。また、支払いの任意性についても、期限の利益喪失特約、借主が約定利息の支払いを怠った場合には、期限の利益を喪失し、 残願本を一括返済しなければならないとの特約の存在のもとでの支払いは任意とは言えないという判断が最高裁で昭和53年にすでになされていた。その後、平成16年2月20日最高裁判決の滝井、茂雄裁判官の補足意見をきっかけに平成18年になって期限の利益喪失特約による任意性の献血が改めて注目され、 同種の事件のリーディングケースとして注目されることとなった最高裁にて、滝井茂雄裁判官の補足意見が、上田豊造裁判官以外の13名の裁判官の多数意見となった。消費者金融業者の貸付には、通常期限の利益喪失特約が付されているのでこの判決の影響は大きく、今後、みなし弁済の適用を主張することは、ほぼ不可能になったと言えるが、 この判決以降においても、シティズにおいては、この最高裁判決を受け期限の利益、喪失特約を見直した結果、この最高裁判決以降においても、みなし弁裁の主張を認められた、下級審の裁判例が損する。また、この最高裁判例が一つのきっかけとなって、グレーゾーン金利見直しの論議が高まることになった。質や営業における金利については、 利息制限法第1条第1項の金銭を目的とする消費対策の利息の契約に該当する後期の長崎地裁、広島地裁判決参照が貸金業、利息制限法による10万円未満の年利20.0%とは異なり平年年利109.5%、順年年利109.8%、1日あたり0.3%、歴月9%、 厳密には追日値あたり0.3%、年利109.5%、109.8%は追日値あたり0.3%の年換算に過ぎないで月の初日から末日までの期間をすべての月で30日とする内容で一気として利息を計算する。したがって、歴月9%となるために契約日、返済日により日割り換算の実質年利が異なるため、日割り換算で 実質年利108%程度以上の小利となるまでとされており、基本的に短期、小学金融であることや七草の鑑定、保管の手数、当犯防止、当犯品操作協力等の費用を加味した高い上限金利が規定されている質屋営業法第36条。よって、利息制限法は適用されないとする裁判例が存在する。 長崎地裁平成21年4月14日、判決判例集未掲載倒産賞。ただし、質屋営業にも、利息制限法が適用され、超過利息については、返還すべきとの裁判例。大阪地裁平成15年11月27日、判決表五県弁護士会 HP、名古屋地裁判出し部平成23年8月11日判決。 名古屋消費者信用問題研究会 HP 参照も存在する。さらに、質屋営業法第36条は、利息制限法の特則であるとする裁判例も存在する。広島地裁平成23年2月25日判決判例集未掲載参照。このように、質屋営業においては、利息制限法の適用等について、下級審の判断が割れており、 見解統一の最高裁判例も存在しない。過払い金は民法上の不当利得の規定に基づくものであるから、貸金業者が悪意の受益者であれば、利息を付して返還しなければならない。前段。債務者側は、貸金業者は制限超過利息であることを知って、弁債を受けているから、貸金業者は悪意の受益者に当たると主張するのに対し、 貸金業者側は、みなし弁済が成立すると信じて、弁済を受けたのであるから、善意の受益者であり、利息の返還義務を負わないとして争うことがある。この点について、再犯平成19年7月13日は、貸金業者が、制限超過部分を、利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項。 みなし弁済の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同行の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないと言える特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら、過払い金を取得した者、すなわち民法704条の悪意の受益者であると推定されると判示し、請求する側が、 貸金業者の悪意を立証するのではなく、貸金業者がみなし弁済規定の適用があると信じ、かつ、そう信じたことについてやむを得ないと言える特段の事情があることを立証しなければならないとした。なお、再犯平成21年7月10日は、期限の利益喪失約款がある場合、原則としてみなし弁済の適用がないことを判事した。 再犯平成18年1月13日以前の期間については、それ以前は期限の利益喪失約感があることのみでみなし、弁済が否定されるという考えは少数説であったことから、単に期限の利益喪失約感があることのみをもって、貸金業者に悪意を推定できなとした。なお、悪意の受益者であるとされた場合に、貸金業者が、 かばらい金に付して返還すべき利息の利率について争いがあった。すなわち、かばらい金は民法の不当利得の規定によって発生するものであって、商行為によって生じたものではないから民法所定の年5%とすべきであるという説と、金融業者はかばらい金を6%以上の小利で運用することができるから、商事法定利率年6%。 商法514条とすべきであるという説が分かれていた。この点については、再犯平成19年2月13日が年5%とすべきであるとの判断を示し、実務の取扱いが統一されることとなった。悪意の受益者の利息の起算日は、貸主が悪意の受益者である場合における民法704条処刑の利息は、過払い金発生時から発生すると最高裁は、 平成21年7月17日に判断を下している。また、2011年12月1日には、消費者金融が、借主、債務者に過払い金を返還する際に、利息も付加すべきかが争われた2件の訴訟について、最高裁、第1小法廷が、利息をつけて返還する義務があるとの初判断を示した。借主が、何年何月何日、 いくらの借り入れ、返済をしたかの記録が残っていれば、過払いになっているかどうか、また、その額を計算することができる。過払い金請求訴訟における証拠としても、取引履歴が必要である。しかし、長年にわたって、借り入れと返済を続けた借り主の手元には、そのような記録が残っていないことが多いので、金融業者に、取引履歴の開示を求める必要がある。しかし、 金融業者は法令上取引履歴の開示義務を定めた規定はないことなどを理由に取引履歴の開示に応じないことも多かった。そこで取引履歴の開示義務が認められるかについて下級審の判断が分かれていたが最高裁は平成17年7月19日貸金業者は債務者から取引履歴の開示を求められた場合原則として 取引履歴を開示すべき義務を負い、これに反して取引履歴の開示を拒絶したときは不法行為となるとの判断を示した。この最高裁判決の後も、金融業者が古い取引履歴を廃棄したなどとして、開示に応じないことも考えられるが、その場合、どのようにか払い金の額を計算するかは大きな問題として残っている。貸金業者と借主との間の、 消費対策取引においては、借り主が借り換えや借り増しを行ったり、一旦貸金を完済した後に再び借り入れを行ったり、複数の系列の借り入れを行ったりすることが多い。この場合、ある貸金の返済で発生した過払い金を他の貸金債務に充当することができれば、その貸金債務に対する元本や利息を減らすことができ、返済額の減額や最終的な かばらい金の額の増加につなが。また、10年以上前の返済によって発生した、かばらい金の場合、他の貸金債務に充当されないとすれば、時効によって消滅してしまうのに対し、他の貸金債務に充当されるとすれば、より多くのかばらい金が生じることになる。このようなことから、訴訟において、充当の可否をめぐって争われることが多くなってきた。なお、 借り主が一項により過払い金を自動債権として、借入金を受動債権として総債し、道場二項により、訴求項を主張しても、総債の意思表示をした時点で、受動債権が弁済によって、すでに消滅している合わせは、総債ができない。過払い金の利率も決着がついた今、過払い金問題の最大の争点は、この点であろう。 再半平成15年7月18日は、同一の貸主と借主との間で、基本契約に基づき継続的に貸付が、繰り返される金銭消費対策取引において、借主がそのうちの一つの借入金債務に、月報所定の制限を超る利息を任意に支払い、この制限超過部分を元本に充当しても、なおか払い金が損する場合、このか払い金は、 当事者間に重当に関する特約が存在するなど、特段の事情のない限り、民法489条及び491条の規定に従って、弁済当時存在する他の借入れ金債務に重当され、当該他の借入れ金債務の利率が、法所定の制限を超える場合には、貸主は重当されるべき元本に対する役定の、 期限での利息を取得することができないと判断し、基本契約のある場合の他の債務へのか払い金の充当を認めた。例外的に充当を認めない、特約の存在の立証責任は、貸主側にあることになろう。しかし、この理論で言っても、弁債によって、か払い金が発生しても、その当時他の借入金債務が存在しなかった場合には、上記か払い金は、 その後に発生した新たな借入金に充当できるか問題となる。なぜなら、過払い金発生時に充当すべき債務が存在しないからである。再犯平成19年6月7日は、カードローンのリボルビング払い方式について、借入れが別個であっても、同一の基本契約に基づく新たな借入れがあった場合、弁債当時他の借入金債務が存在しない。 時でもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものとして、過払い金発生後債務への充当を認めた。この場合の合意の存在は借主側に立証責任があることになろう。この判例が出た後、時効の起算点についても問題となった。継続的な金銭消費対策取引においては長期間に及ぶことから、 時効の起算点をいつにするかによって、過払い金の額が大幅に異なることにな。貸金業者側は、過払い金が発生した時点で、過払い金を請求することができるのだからその時点から、時効が進行すると主張しており、一部の下級審で、この考えを取った裁判例も存在した。この点について、裁判平成21年1月22日は、 貸金業者側の主張を退け、原則として取引終了時を時効の基算点とすると判断した。その理由として、かばらい金充当合意には、一般には、借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち基本契約に基づく継続的な金銭消費対策取引が終了した時点で、 過払い金が存在していればその開始請求権を行使することとし、それまでは過払い金が発生しても、その都度その返還を請求することはせず、これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当のように供するという趣旨が含まれいるものとされる。そうすると、過払い金充当行為を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費対策取引においては、 同取引継続中は、過払い金充当合意が、法律上の障害となると言うべきであり、過払い金返還請求権の行使を妨げるものと、解するのが相当である。したがって、過払い金返還請求権について、上記内容と異なる合意が存在するなどの特段の、事業がない限り、取引終了時を、消滅事項の起算点とすると判断された。これに対し、 か払い金に対する利息の利率を5%と判断した前期裁判平成19年2月13日は同時に基本契約のない金銭消費対策取引第一貸付において生じたか払い金第一、貸付か払い金がその後にされた別の契約による金銭消費対策取引第二貸付に充当されるかについて次のように判示したすなわち 基本契約を締結していたのと同様の貸付が繰り返されており、第1貸付時に第2貸付が想定されていたとか、別途充当に関する特約があるなど、特段の事情がない限り、第1貸付か払い金は、第1貸付にかかる債務の格弁債が、第2貸付の前にされたもので赤かい中にかかわらず、第2貸付にかかる貸金債務には充当されないとした。 つまり、借入限度を定めた基本契約においては、関西後もしばらくの間は事後の借入が予定されており、借主が再度融資を受けたとしても疑い、そのつもりだろうが、基本契約がない場合は、貸主も借主も通常そんなことは考えていないだろうから、貸主と借主の間で、再度の融資の予定や充当する行為を伺わせるような事情がなければ充当されないということ、出る。 そして、そのような特段の事情の立証は、借り主側に課されていることになろう。そのような特段の事情が認められない場合、過払い金は、金銭消費取引ごとに計算される、充当されないことになり、貸主は元本に、利息制限法所定の利率をかけた利息を受領できるから、過払い金は減少することになる。再犯平成19年7月19日は、 基本契約は存在しなかったが、継続的に借り換え、切り替えが行われて、新債務への充当の合意があったとされた事例で、一回だけ、関西がなされ契約が途切れていたが、その間が3ヶ月であった事例であり、返済と新たな借り入れの期間が密着しているとして、一個の連続した貸付取引であると評価することができるとし、新たな借り入れについての債務に、 かばらい金を重当を切る合意があるとして、重当を認めた。この判決で、基本契約がない場合でも一個の連続した貸付取引があるとすれば、重当が認められることが明らかにされたと言えよう。さらに、この判決の基準をより具体化する最高裁判決が平成20年1月18日に出された。この事例は、基本契約は存在したが一回断絶し新たな。 基本契約を締結した事例である。本件では新債務への充当の合意の要件として二つの基本契約が事実上一個の連続した貸付取引と評価できるかが問題となった。同一の貸主と借主との間で継続的に貸付とその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務の格、 弁済金の内制限超過部分を元本に充当する過払い金が発生するに至ったが過払い金が発生することとなった弁済がされた時点においては両者の間に他の債務が存在せずその後に両者の間で改めて金銭消費対策にかかる基本契約が締結されこの基本契約に基づく取引にかかる債務が発生した場合には 1> 第1の基本契約に基づく取引により発生した過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り第1の基本契約に基づく取引にかかる過払い金は第2の基本契約に基づく取引にかかる債務には充当されないと解するのが相当であるとしているそして上記合意が存在するかは 1> 第1の基本契約に基づく貸付及び弁済が反復継続して行われた期間の長さや、これに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付までの期間、第1の基本契約についての契約書の返還の有無、借入れなどに際し、使用されるカードが発行されている場合には、その執行手続きの有無、 1> 第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結れるまでの間における貸主と借主との接触の状況第2の基本契約が締結されるに至る経緯、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の移動などの事情を考慮して第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず 1> 第1の基本契約に基づく取引と、第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、記号位が存在するものとされ、第1の基本契約に基づき発生した、かわらい金を元本への充当が認められるとしている。この事例では、第一の基本契約と、第二の基本契約の間に三年の空白があり、 利率等に若干の違いがあるとして、直ちに事実上一個の連続した貸付取引と見ることはできないとして、厳審に差し戻している。このように、重等に関し事実上一個の連続した貸付取引と見るかどうかは個別に判断するとの最高裁の判断であり、この点をめぐり、事項の問題も絡んで争われることが予想される。なお、利息政権法は、 通りを禁止し、借主の保護を図る強行法規であるから、その適用に関しては、形式的な貸付額を基準とすべきではなく、貸主が実質的に拠出したと言える金額を基準に適用すきとの考え方がある。例えば、古い過払い金と新しい貸付金の相互の重等を認めなければ、過払い金と貸付金が両立することになるが、この場合、法律上、貸主が 実質的に拠出していると言える金額は、貸付金から、かばらい金を引いた金額であるから、利息制限法の適用に際しても、その額を基準として、制限利率で計算した金額が徴収できる上限であり、形式的な貸付額を基準として、利息を計算することは、実質的に見て、利息制限法を選抜することになり、許されないとの考え方である。この見解に立てば、 貸付額から、過払い金を引いた額に対する18%の利息以上の利息を徴収することはできなくなるため、重当についてどう解釈しても、結果として過払い金の額は変わらなくなる。自治体が税金の徴収目的で消費者金融に対し過払い金の返還を求める訴訟を起こすケースがある。こうした訴訟は、神奈川県、静岡市、 兵庫県芦屋市、山口県下関市など30以上の自治体で起こされいる。このうち、芦屋市が市税を滞納している男性がプロミスに返済した過払い金について、同市が滞納者に代わって同社に返還を求めて西宮関西に訴えた訴訟で、同関西は2008年6月10日に同市の主張を認め、過払い金。 約31万円を同士に支払うよう命じる判決を言い渡した。税徴収目的での過払い金の返還を命じる判決は、この判決が初のケースとなる。また、その反面、悪意の受益として5%の利息を付して返還金を利得したもののその利得自体が課税対象になるかどうかといった問題も参見される。過払い金返還訴訟は、 原告一人につき一件しか提起できないよう定められているが2016年に過払い金返還を相談された司法書士が二人の弁護士に同一の内容の訴訟の手続きを依頼し同じ訴訟を別々の弁護士を通じて起こしていたことが判明している。またうち一人の弁護士は原告と一度も話し合わないまま訴状を提出していることも明らかになっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。